はい、アリムです。マリンです。はい、今日はマクドを食べながら結婚についてなんでマクド食べながらするの、そんな話。結構 DM とかでいつ結婚するんですか、コメントもそう、いつ結婚するんですかとかよう来るやん、うん、だから今日はその結婚について、みんなにお話できたらなと思ってこの動画を撮ります。うん、じゃあせーの、いただきます。俺らさ付き合って今月中に3年を迎えるんやけど、そんな長くないと思う。ほんま、バレへん時期も8ヶ月半あったからな、うん、もう3年付き合ってて、バリンも26歳になるわけや今年で、うんうん、結婚とかバリンやっぱり考える、考える別になんか家族からのなんかストレス全然ない、うん、ただ周りの人どんどん結婚して、うん、友達がな、うん、そう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 、うん、もう結婚の年になったな、まあ、周りが結婚してきだしたからこそ、あ、うん、結婚なーっていう意味で考えるってことか、うん、けど、うん、じゃあ結婚したいなーの気持ちは別に持ってないね、うん、あ、そう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 、うん、アリムは俺結婚なんかする気持ちある？俺なぁ結婚するっていうのは決めてるし、したいなって思ってんねんけど、俺18歳の時にな、うん、俺は23歳で結婚するって決めとってん。え、そうなの？そんなことが決めれるの？いや、もうなんか未来予想図を立てとってん。俺は23歳で結婚して、こうして、こうしてっていうのがあってんけど、今もう23歳になってしまって。でも、やっぱりちゃうやん。自分がさ、小学校の時、中学校の時に、自分二十歳の時にこういうのやってんな、こういうことやってんなって想像して、二十歳の時どう思った？なってないやん、全然。何もなってないやん。で、まだまだ二十歳子供やんってなったやん。それと一緒で、なんか23歳になって、あれ俺、まだまだ俺やりたいこといっぱいあるぞ、みたいな。って気づいてん。だから、今は YouTube でやっていきたい、YouTuber になりたいっていう夢があるわけやんか。俺は、それを、まあ、これ言い訳に聞こえんな、でも。気にするのは年取った子供生まれることはめっちゃしんどい。なるほどな、それは、うん、子供何欲しい？2人。2人でもできるなら1人でいいよ。1人がいいや。男か女どっちがいい？女。女がいいや。女の方が優しいもん。ありもは何人欲しい？俺は3人欲しい。欲しいだけよ。理想と現実はちゃうよ。いや、兄も欲しいというのは絶対達成。いや、違う俺の多分俺が運もやったら多分3人やると思うけど、俺のことじゃないからそれはな。ちょっと話しておれたけど、じゃあ1個だけ質問していい？うん。相手にこれはしてくれないと結婚はできひんっていうのある？最低条件というか、こういうのをしてくれないとこれだけは絶対嫌やとか。私たちほんまあまりこんな話しないからな、うん、私のこと一番順番の一番に乗せないなら結婚できない。ああ、優先順位が、そう、友達より、家族より、お母さんより。それは微妙だって、お母さんは大事やん。兄もにもまらった、うん、めっちゃ大変だった、うん、そしてお世話にして、もう20年間くらいちょっと、うんうんうん、お世話してあげて。それは全然違う話やね。例えば友達と約束したけど、マリン急に体調子悪い、はい、口でいいよ、大丈夫、遊びに行っていいよ、もう約束したから、うん、で、アリムどうする？あ、それ一緒に暮らしてんの？そう、もう結婚した。あ、二人結婚してます、はい、一緒に住んでます、はいはいはい、俺が友達と、ほんなら3時でよろしくみたいな、うん、オッケーオッケー、また遊ぼう、またでな、うち、しんどい。あ、やばい。やばい。友達と遊ぼうと思ってるけど。いいよ、言っていいよ。ほんま？もう約束したでしょ。まあ、そうやけど、でもしんどいんやったら、なんか帰ってきてた時、なんか買って帰ってこいか。いらん。いらん？うん。結婚できないや、小田さん。だから。いやー、そんな時は、友達いつ会ってもいいや。今、しんどいって言ってる。でもなんか、この状況は仕事、こんな大事なこと、もう約束したら、あ、全然行ってもいいよ。それは、そっちの方が大事。バリの理想は、みんな、
ありえへんじゃん。じゃあ今日はごめんな。バレの理想は、あ、じゃあ友達断るわ、ごめん、じゃあ今日あれやからごめんな、無理やわ、無事。で、その後どうすんの？一緒に空間に追ってほしいだけ。そう、追って、そして何か買ってくれる、そしてこうやってここに大丈夫、うんうん、そして一緒になんかバリン楽できるのもの見るとか遊ぶとか。ほう、そう、なるほどね。ほうってなんだ。いや、逆なんかになったら確かにそうやな、ね、めっちゃしんどい。そしていいよ、じゃあ3時に見るね、会うね、うん、バイ。あ、大丈夫？どうした？お腹痛い。痛い？やばい。え、薬飲む？薬飲む。ああ、じゃあ持ってくるわ。はい。飲んで、うん。じゃあ今から友達と3時から遊ぶから、うん、冷えてゆっくりしてね。うん、え、もう行っちゃうの？うん、もう行くで、もう3時や。しんどいから一緒に今日は痛い。え、でももう約束したね。でもしんどいから断って。え、断るの？うん、え、無理。うん、断って。無理、断って。え、なんで？断って。いや。って言ったらよくない？いや。って言ったら男は、え？うんうん、断るか？今日無理。って。なんで言う必要の？逆に。甘えてんねん、それは。それは甘えてるじゃなくて、男は、あ、それは可愛いな、欲しいな、うん、でも何回も言っちゃったら、絶対。わがまましてるな。またわがまま、この子わがまま。まあ、それは、あるかもしらんけど。女の子しんどんない、これやっても無理、それやっても無理。いやでも、まあ、男の方も一緒やけど、これが男と女の気持ちの違いみたいな。そう、まあ、そこで言い方が大事になってくるんだな。トランプやもん。トランプやもん。大統領やもん。大統領やもん。でも本当に口でいいよ、遊びに行っていいよの時は顔見たら分かるよ、いいよ、いてもいいよ。あ、めっちゃなんか泣きそうの顔してるのに。それは分かるでしょ。それぐらいもうなんか体でそうそう表現してるんや。表現してるやったら、あなた一緒におる欲しい、それやったら全然 OK。 いやー、アリも全然 OK じゃない。いや、アリもいつもそういうのパッて見たらなんか無視する。え、私分かんない。ちょっと待ってな、はっきり言ったら。ちょっと待ってな、はっきり言ったら。だんだん俺の悪口なってんねん。初めはなんか最低条件とか言いとったけどさ、結婚できない理由じゃなくて俺の嫌いな理由。いや、それ最低条件。俺の嫌いなところ言ってるだけやん。それだってアリもさっき会ってないから今悪口してるやん。待って、俺の悪いとこ言ってるだけやん。だってずっとお前しでずっと俺の悪口言ってただけやん。会ってたな、え、さっきのなんかアンサー会ってたら結婚できるやん、私たち。そして悪口しないやん。まあでも男と女の気持ちは違うね。いやいや、なんで悪口する。待って、終わろう、もう終わり、もう終わります。ほんまにアリムと説明したいだけ。なんでバリこんなに悪口してる。さっきは悪口しなかったけど、でもアリムはバリの真似して、そしてはっきり言っていいやんと言ったから、バリはピュッになった。だから悪口する。すみました。勝った。いやごめんな、あなたのこと一番好き。かわいそうや。あれ、ウェズもそんななんかめっちゃ弱いのなんかイメージ作ってる。あの、台湾人はちょっと気が強いです。それは台湾人じゃない、バリン気強い。バリン気強い。そう、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、せーの、元気、バイバーイ。バイバイ。